東京名所八代市長警視庁引けし、出染めはしごのりの図、歌川広重、明治8年の出染め式を描いた、西系出染め式とは、日本の消防関係者により1月初旬に行われる、仕事始めの行事である。消防出染め式とも呼ばれる。新春恒例行事の一つであり、出染め式は、新年の季語となっている。同種のものとして、警察の、年頭出動訓練がある。 伊勢神宮の神宮消防組では、出初め式を出始め式と呼ぶ。出初め式の起源は、江戸時代の火消しによる出初,初出であり、現代では、消防理員、消防団員などの消防関係者によって行われる。主催については、各市町村ごとや消防本部ごとなど地域によって、様々である。江戸時代から明治時代にかけては1月4日に行われていたが、 現代では1月6日の開催が恒例である。出染式では、一斉放水、避難救助などの消防演習、はしご乗り、木やり歌など伝統技能の披露、消防団、消防車のパレード、消防職員、消防団員、消防功労者に対する表彰などが行われ、その他地域によって様々な行事が行われる。出染式の歴史は、江戸時代の万治2年1月4日、 枝の上の東照宮で定期消しによって行われた出染めが始まりと伝えられる。明治維新後、明治8年1月4日に第1回東京警視庁消防出染式が行われ、明治32年には消防出染式順序が制定された。昭和4年1月6日には昭和天皇隣席の下特設消防隊と全国消防組の新越式が行われている。 江戸時代の江戸では火事が頻発したため、江戸幕府によって消防組織である火消しが制度化されていった。まず制度化されたのは武士による火消しであり、寛永20年、大名に火役として消防を命じた大名火消しが制度化された。しかし、明暦3年に発生した明暦の大火では火星を食い止めることができず、江戸上天使閣を含む江戸の大半が消失、 三万人から十万人と推計される犠牲者を出し江戸の歴史上最大の被害となった。そのため、明暦の大会翌年の万治元年、幕府直轄の新たな消防組織として定引きしが制度化された。四千国以上の旗本から四名が選ばれ、画園と呼ばれる引きし人足と共に引きし屋敷に居住し、消防活動を担当することとなった。翌万治二年に1月4日、 老中稲葉正則に率いられた定引消し4組が、上野東照宮に集結式制を挙げた。この行動は、出染めと呼ばれ、明暦の退化後の復興作業に苦しんでいた、江戸の住人に対し大きな希望と信頼を与えた。以降、毎年1月4日に、上野東照宮で定引消しによる出染めが行われるようになり、次第に儀式化していった。出染は、 大名火消しによっても行われ、派手な装束と、勇壮な活躍で知られた、香がとびの出染めでは、はしごの曲乗りが注目を集めた。教法三年、南町奉行の大岡忠助が主導市長人による、消防組織である、町火消しが制度化された。教法五年には、江戸の町を二十の三十町ごとに分けて一組とし、隅田川から西を担当する、いろは組四十七組と、 東の本所、深川を担当する16組の火消し組合が設けられた。長武行の支配下に置かれ、超人地の消防を担当するために設けられた町引消しであったがその能力が認められるに従って、活動範囲を拡大し、武家地をはじめ、米蔵橋梁などの重要地の消防が命じられ、江戸城の火事にも出動するようになった。 武士による火消しに遅れて誕生した町火消しにも、新年に低火消しが行っていた出染めの風習が伝わり、これに習って仕事始めの儀式が行われた。武家火消しの出染めに対し、町火消しの言った仕事始めの行事は区別のために文字をひっくり返して書室と称している。町火消しは毎年1月4日に、それぞれの組を象徴する的を掲げて組内の町を、 練り歩き、はしご乗りや、木やり歌を披露した。明治元年、新政府によって武家引けしはすべて廃止され代わりの消防組織として火災防御隊が設けられた。町引家しは町奉行所に代わって、市政裁判所に所属することになる。しかし火災防御隊は、翌年に廃止され、町引家しの所属も明治7年にかけて、東京府、司法省、内務省と次々に変更され、 東京府所属時の明治5年には、従来の町引け市から消防組39組へと改められた。この間、出初め式は各組ごとの町内で行われ組織として、統一された出初め式は行われなかった。明治7年、東京警視庁が設けられ消防組は、東京警視庁安寧課消防係の所属となった。翌明治八年一月四日、すべての消防組が、 八代し町の東京警視庁連平場に集結し、第1回東京警視庁消防出初め式が行われた。出初め式の様子は三代目、歌川広重により、西系となり、まといをもって整列する消防組の姿、赤く塗られた消防ポンプはしご乗りの披露などが描かれている。この出初め式が現在行われている東京消防出初め式の前身である。 第2回となる明治9年1月4日の出初め式は、五所車寄せの広場にて開催され、明治天皇が臨席。以降も毎年1月4日に、出初め式が開催されていった。明治13年、東京消防庁の前身となる、消防本部が誕生。明治27年2月9日には、消防組規則が制定され、それまでは、各市町村の条例により、 あるいは私的に設けられていた日本各地の消防組織に代わり、警察署長が監督する間接消防組が全国的に組織されることとなった。明治32年、消防出初め式順序が制定され慣例で行われていた出初め式に警視庁訓令による規定が設けられた。その第一条は消防出初め式は毎年1月4日これを挙行す。ただし、 死当日右折に際するとき派同月六日としなお当日右折なる派の行派数であった。東京での出ぞめ式は大正5年から1月六日の開催となった。昭和4年1月六日のでぞめ式は宮城前広場に特設消防隊と全国消防組が集結し、昭和天皇臨席のもとに新越式として行われている。昭和14年、 現在の消防団の前身となる警防団が誕生。警防団は戦争に備えて防空や水火消防を担当することとなり、消防組は警防団に吸収されてその役割を終えた。東京での出初め式は昭和15年から帝都消防検閲式と解消され、1月15日に代々木連平場で開催されることとなった。帝都消防検閲式は、 模擬火災に、焼夷弾を使用するなど、戦時色が濃厚であった。昭和20年21年の出染め式は戦争の影響で行われず戦後初となる。出染め式は名称を帝都消防出染め式と改め、昭和22年1月15日に開催された。消防組の出染め式江戸時代の町引消しは明治、維新後、消防組と解消された。明治35年頃より、 はしご車や蒸気、食ポンプ等が普及し、東京の大化は減少していった。消防は昔江戸台より、色は48組とて、名物の市成氏しも今は、1区より6区に分かれ、軽視長消防文書の配下に、俗市江戸等の面影を残せし、名物の数やとすと、記載あり。出染式に使う、新年の祝い飾りをつけた飛び口の絵あり。式の順序一整列に検閲三武士。 食糖波水管馬車の更新4目64余興順序、1消防組員の更新2、はしご上3着総セリ、総4、綱引きセリ総5水管収容セリ総6爆儀火災、二対する救助橋五個の応用な無虫食刀の放水と出染式の式次第について記した紙編が書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、 消防組の出初め式よりは、推昭和22年4月30日、消防団令により、警防団が廃止され、各市町村が任意に設置する、消防団が誕生した。昭和23年3月7日、消防組織法と、消防法が制定され、消防は、警察から独立して市町村が管理する、自治体消防が誕生。消防機関は、常備消防である。 消防本部と非常備消防である消防団の2種類となった。東京では消防本部として東京消防庁が誕生し、翌年1月15日には東京消防出初め式が開催された。東京消防出初め式は昭和28年から1月6日の開催となり、開催場所を皇居前広場、明治神宮外苑、晴海ふ頭、東京ビッグサイトと変更しながら、 現在は東京ビッグサイトにて毎年1月6日に行われている。現代の出初め式の例示として平成21年1月6日に開催された平成21年東京消防出初め式の式次第を挙げる。主催の東京消防庁は東京都庁の内部機関で予算額は約2500億円、約1万8000人の職員が 消防防災業務に従事する日本最大規模の消防本部である。出初め式は広げよう地域の連携高めよう防災力をテーマとし、東京ビッグサイトにて開催され、その様子は NHK 総合テレビにより放映された。ありがとうございます。